ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がメルセデスベンツ X350D カーレックスデザイン、国内未登録、走行距離70キロ、こちらの車両をご紹介させていただきます。はい、ついに完成いたしました。やばくないですか。やばいです。実はこれボンドチャンネルチェックしていただいている方であれば、はい、もうご存知の限りかと思うんですけれども、はい、去年うちの方で並行輸入で入れさせていただいた車を、はい、まあ、カスタマイズさせていただいて、はい、まあ、その経過も動画でお届けしてるんですけども、まあ、ついに完成しましたということで、ようやく、はいはい、でもういきなり並べちゃうんですね。そうです。まあ、ごめんなさいなんですけど、本当に今もうすでに結構お問い合わせがあって、もうすでにやはり商談が、この動画が出る頃はもしかしたらご制約になっちゃってる可能性もちょっと高いんですけども、せっかくのお車で、まあ、経過もあったので完成しましたってことでお届けできたと思います。最初ちょっとデモカーで使っていろいろ商談されるっていう話もあったんですけど、はい、意外にかなりお問い合わせいただいたような形ですごい多かったです、はいはい、そして僕ら結構こういろいろ下調べして、はい、まあ、当然その作っている過程なんかもお届けしてますので、はいろいろ知ってる通りなんですけれども、はい、一般の方って多分あんまり馴染みのない、まあそうですよね、車自体もそうだし、はい、まあ、カーレックスも何っていうところだと思いますので、はい、まずちょっとそこから少し私の方から掘り下げさせていただいてもいいでしょうか。はい、お願いします。はい、でまずこの X クラスっていうところが、はい、まずほとんどの方馴染みがないと思うんで、はい、そこから掘り下げさせていただくと、これ日本で売ってない車になるんですね。そうです。正規販売はない車になります。一応日本以外の、中南米、はい、まあ、あとはヨーロッパとか東南アジアなんかで、まあ、販売されてた車、はい、でベースとなっているのが日産のナバラ、はい、ルノーのあとアラスカン、はいはい、その辺が兄弟車になってくる車ということ で、はい、で一応これの車のことの始まりが、まあ、2010年 の、 そのダイムラーとルノー日産の資本業務提携で、まあ、お互いのいいところ合わせていろいろ車作っていきましょうということで、はい、皆さんご存知のところでいくと、まあ、スカイラインにメルセデスがエンジン供給したりだとか、まあ、その辺の一連の流れで始まった車ということ で、はい、で、これ漢字の北米、なんかピックアップって言ったら北米のイメージだったんですけどす、漢字の北米では売ってないんです。そうですね、はい、なんか調べたらそれもミドルサイズの需要が、まあ、十分でっかいですけど、はい、まあ、一応グレードというかサイズ的にはミドルサイズにカウントされるみたいで、はい、まあ、北米だとミドルサイズの需要がそんなにない、まあ、あとフルサイズがやっぱり大半なんで、まあ、価格的にもちょっと厳しいだろうということ、はい、まあ、あとは日本もやっぱりピックアップの需要が少ないんで、はい、まあ、その辺なく他の地域で販売された車になるみたいです。でこれがもう生産終了なんですよ、はい、そうなんですよ、すごく短い期間で、はい、なんとわずか2年しか作っていないということで、はい、で調べたら15,300台、あ、じゃあ少ないですよね、全世界ですよね。そうです、はい、なんでかなり台数が少ない車になるみたいです、はい、でやっぱりちょっとメルセデスがピックアップっていうことで結構こうえって思った方が多かったのと、ね、やっぱりこう販売期間が短かったっていうのもあって、はい、まあ、ちょっとその台数的には少ないんですけど、はい、逆にこう生産終了間際とかしてから結構人気が出て、うん、そうですね、今本国だとなんかプレミアムついちゃってるぐらい、はい、の車になるみたいです、うん、で車の個体自体はこれポーランドが入ってるんですね。ポーランド、今回は、はい、そうですね、ポーランドから輸入します、はい、こんな車になります、はい、そしてもう一つそのカーレックスのところですね、はいはい、それもちょっと僕の方からご説明させていただくと、カーレックスっていうのがポーランドに本社を置くチューナー、まあ、要はブラバスとかマンソリーとか、はいはい、それの、まあ、X クラス版という感じで、はい、まあ、他にもいろいろメルセデスとか、まあ、あとはランドローバーとかいろいろ手掛けてるチューナーなんですけれども、はい、その車だけにとどまらず、まあ、飛行機だったりだとかボートだったりとか、うん、はい、その辺なんかもいろいろ触って、これすごいんですよね。すごいですね、もうホームページ、はい、ぜひ見てくださいっていう、はい、僕の説明だけでは多分全然及ばないんで、はい、動画一旦一時停止していただいて、はい、本国のホームページ見ていただければそうですね、このすごさが伝わると思いますので、はい、ぜひ一回一時停止してホームページ見てから戻ってきていただいてもいいかと思います、はいはい、でそこのポーランドのチューナーカーレックスがもうほぼやり直したって感じですよね、車を。そうですね、まあまあ本当にそのホームページ見ちゃうと、まあ、なんていうんですかね、もう無限大に内外装を手掛けているようなチューナーなので、それに比べたらっていうのはあるんですけども、うちもまあ車を輸入する前にすでにカーレックスさんの方で内装とかそのあたりをやっていただいているっていう形です。で外装の方を国内に持ってきてから仕上げた車に、はい、そうです、パーツがちょっと後から届くので、はいはい、なるみたいです。で一応カーレックスのもうちょっと宣伝も入れておくと、はい、この X クラスの他にもメルセデス、アウディ、ランドローバー、フェラーリ、ロールス、あとは単発ですけどジャガーとかマスタングなんかも、はい、コンプリとか出してる、はい、もういろんな車をもう
新たに再構築するような、はいはい、そういうチューナーになるみたいです、はい、というわけでちょっと今回前振りがだいぶ長くなったんですけれども、はいはい、こちらの車の紹介に移りたいと思います。で、はい、まず車がでかい。でかいですね。まあまあ本当にフェンダーとかつけて、まあ、後ほど紹介しますけども、バネコイルでまあ車高もリフトアップしているので、かなり印象変わりました。すごい大きいです、やっぱり。で、フルサイズかと思ったらちょっと説明にもあったんですけど、はい、ミドルサイズなんです。ミドルサイズです、はい、なんでこれがハイラックスの、はいはい、ピックアップみたいな、うん、あのぐらいの、そうですね、サイズ的には。ただ今回だいぶこうパーツがついてるんで、はい、まあ、さらにもう一回り大きくなってるというような感じになってます、はい、そして前回りからちょっと見ていきましょうか、はい、これどこが変わってますかって言われたらもうほぼ全部まあそうですね、ヘッドライトのみぐらいじゃないですかね、はい、原型をとどめてるのがもうそもそも馴染みのない車が、はい、さらに馴染みがなくなってるということで、 です、ね、でこの辺のパーツが全部カレックスですよね、はいはい、もうフロントバンパーも変わってるので、バンパーグリルとかそのあたりですね。でこのカーボンの目もかなり大きいタイプの、はい、アイアゴリのカーボンですけども、はい、この辺なんかも全部ドライということで、はい、まあ、強度だったりもそうですし、はい、まあ、造形なんかももうぴったり、はい、やっぱりこの辺ちょっとなんかふにゃふにゃってなってたりとか、はい、安価なカーボンだとこう目がよれてたりとか、はい、フィッティング悪かったりするとちょっと残念な感じしちゃいますけど、はい、やっぱりその辺カーレックス、いや本当クオリティ高いですよね。まあ、数々の車を見てきているカーズでも、はい、やっぱりクオリティ高いと思いますよね、はいはい、こんなパーツが出てきたりとか、あとグリルもこれすごくないですか。あれそうです、すごいですよね。大根がおろせそうな、いやもう本当に私もそう思いました、はい、これがいわゆるチッピングの塗装のもう激しい版、はい、これ塗装で仕上がってるんですよね。塗装ですね、はい、全部こんな感じで。そして、これが限定の EXY、はい、モデル名になると思うんですけども EXY ですね、はい、この仕様になってるそうです、はいはい、でこの辺は金属なんですよね、確かステンですか、金属、そうですね、そうですよね、アルミの多分、はい、グリルになってると。そしてバンパーも丸ごと交換されてる、はい、これえぐくないですか。やばいですよねやばいです本当にすごいですよね、はい、もう本当にもう作り直してますっていう感じの。そしてこの辺なんかも当然はい、チッピングのザラザラの塗装になってて、あとフォグだったり、あとセンサー類なんかも。でこの一応、X クラスのポイントとして、はい、まあ、メルセデスが、まあ、当然 OE とはいえ作ってますから、はい、まあ、その辺の便利装備だったり安全装備だったり、はいはい、が、まあ、かなり充実しているということで、はいはい、その辺なんかもついてると。でこの下もすごくないですか。下やばいですよね、はい、ここもドライカーボンですよね、はいはい、しっかり這い出してると。前回りのごつさが、いや全然これ本当に、まあ、動画をもし見返していただければ、あの作業過程で、まあ、ノーマルのその状態って、まあ、もしかしたら出てくると思うんですけども、全然印象が違う。もっとのぺっとしてるのでだいぶ印象変わりますよね。この押し出しの強いエクステリア、はい、でもキーワードは洗練らしいですよ。なるほど、はい、であとはボンネット、はい、気になるパーツがついてますけども、うん、これもアドオンで、はい、もう完全にこれはアクセサリーというか、そうですね、はい、まあ、ダクト風なんですけど、まあ、ダミーっていう形はありますね、まあ、ブラバス のパワードームみたいな感じ で、はい、そうです。最近こうシンプルなこうボンネットのデザイン性を高めるためにいろんなメーカーが出してますけど、はい、これも全部ザラザラのパーツで仕上げているという、はい、これがあるだけでもう前回り このマッチョな感じが、そうですね、はい、かなりパワーアップされているかなと、はいはい、これ目立ちますね。いやこれそうなんですよ、本当にちょっと、まあ一応試運転で本当にちょこっとなんですけど、この周り乗った時も実はちょっとわけあってフェラーリと一緒にこう GTC4 だったかな、一緒に走ってたんですけど、フェラーリより注目度ありました、はい、確かにある意味目立ちますね。本当そうなんですよ、はい、そして横に早速回っていきましょうか、はい、で今回のお車は詳しく解説させていただくと完全体ではないんですよね。まあそうです、本当に先ほどもちょっと触れたんですけど、カーレックスデザインがもう無限大に近いぐらいのカスタムというかその手掛けてるのがあるので、それに比べちゃうとっていうのはあります。もうメニューも本当にいろいろあるんですよね。そうですね、はい、内装もこってこてにやり尽くしてるのから、はい、割とこうソフトなものから、はい、で今回のは一応キットの内容的には、はい、一応もっと本来であれば車高が上がるキット、そうです、ボディリフトまで本来は、はいはい、で今回の車は一応バネだけでリフトアップしてると、はい、だキット自体はあるんで、まあ、上げようと思えば上げられるということですね、はい、ちょっといろいろと、はい、手間がかかるといいますか、いろいろブレーキのラインだったりとかいろんな部分ちょっと延長加工が必要で、
その点がちょっとございますので、もし本当にやりたいっていう方がいらっしゃったら、そういう部分は要ご相談という形にはなります。なので一応そのキットはあるんですけど、今回は装着していないで、はい、まあ、バネだけで車高が上げているような状態 で、パーツとしてはこのオーバーフェンダー、はい、純正でもこう多少、はい、ありますけど、それが3倍ぐらいに、はいはい、なっていると。でこれ寸法的なものが国内未登録ということで、そうなんですよ、新兵、はいはい、新車並行ということで、まだこれ登録もされてないんで実寸が出てないんですよね。そうです、実寸正確なのはちょっとまだ出てないです。はい、はい、で池田君測定によると、ざっくりですけども、はい、全長は5メーター40ぐらいで、全幅が2メーター10ないぐらいで、全高がまあ190ぐらいっていう、本当にメジャーで測った感じですけども、はい、まあ、ちょっとざっくりなんですけど、最終的にはもうちょっとあの検査場で測ってもらって正確な数字が車検証に記載されるって感じになると思います。で純正が一応、5340、はい、全幅が1920、2メーター全然ないんですね。いかにこうマッチになってロングにもちょっとなってるかっていうところだと思うんですけど、そして続いて足元も、はい、これも全部キットに含まれてて、はい、まあ、当然全部新品カスタマイズということで、はい、ちょっとあんまり日本じゃ馴染みのない、はい、タイヤですけども、はい、この辺も指定のやつですよね。そうですね、レーダーっていうところのタイヤですね、はい、もうゴリゴリのオフロードタイヤ、はいはい、ちょっと正直なところで言うと、ちょっとこれの乗り心地とか、はい、ロードノイズとか確認したかったんですけど、なんせ未登録なもので、はいはい、私の試運転した感じだと、もう本当にもうこのタイヤの見たまんまっていう、やはり多少ロードノイズ拾ってます。で、まあ、先に、まあ、ちょっと今回試乗動画が未登録からないので、先にちょっとまあ乗った感じを少しお話しすると、まあ、ふわふわした感じとかふらつく感じは特にそんなに気にならなかったです。逆にちょっとこの見た目の割にはしっかりしてるなっていう印象の車でした。でホイールの方も当然専用のホイールが装着されて、はい、これ根茎部もすごいですよねえぐいことになってますね、はいはい、もうこの車高と出面にバッチリな、はいはい、足元になっております。でちょっとショックなんかに関しては、はい、まあ、作業動画でちょっとお伝えしたんですけど、はい、ショックとバネも当然交換されて、はい、車高がしっかり上がってると、はいはい、で、足回りの構造、これちょっと後ろでも触れますけれども、はい、メルセデスが作ってるんで、もちろんそのナバラ日産のピックアップトラックの足元なんですけど、はい、かなりその走行安定性だったりとか、うん、走行性能なんかにもこだわってセッティングがされているそうです。なるほど、はいはい、そして横に行くとこれも、はい、一応金属製のサイドステップというべきか、はいはいはい、これもチッピングの塗装でカーレックスのロゴも入ってます。これ実は車 の、 そのカスタマイズの、はい、作業経過を伝える動画でボンドボディでこれを出したんですけど、はい、めちゃくちゃ重たいです。まあ、重いですよねもうまさにヘビーデューティーって感じです。長さもありますし、はいはい、もう超頑丈、はい、そしてただ踏み外したらすりむいちゃうんじゃ、はい、もう夏場もし半ズボンとか履くときは本当に気をつけていただいて、そのぐらいこうのごつさ、はい、こんなのがついてたりとか、であとはちょっと今折りたたまってますけど、あ、はいはい、ミラーもドライカーボンの、はい、カバーがついてたり、あとルーフにも、はいはい、これもごついですね。ごついですね。一応追加でライトが、はいはい、LED が3ユニットですかね。3ユニット、はいはい、ついてると。もう本当にオフロード、うん、もうガンガン行けそうな感じ。そうですね、はい、ザ・オフロードって感じです。そんな感じのデザインになっております。そしてあとは一応今回ダブルキャブですけど、ダブルキャブしか設定がないんですよね。はい、そうです、はい、なのでちょっと気になる居住性なんかはちょっと中で見てみたいと思います、はい、あと後ろ、はい、これもすごくないですか。すこれカーレックスデザインでもあれですよね。 X でもありなしがありますよね、はい、でこちらのタイプが装着されて、はい、でこれもカーレックスのロゴが入ってて、これも実は出して並べたんですけど、これももうガッチガチもう見るからに重量級の、ね、はい、もう鉄骨の骨組みみたいな。そうですね、これもいい味出しますね。いや、かっこいいですよね。横にロゴが入ってるのもいいと思いますし、はい、そして後ろもバッチリオーバーフェンダーになってて、はい、出面もいい感じですね。はい、はい、さすがコンプリートの内容になっております。そしてホイールに関しても、一応前でちょっとサイズ触れなかったですけども、サイズの方が 33×12.5 18インチ、はい、こちらになっております。ちょっとメルセデス感ちょっとなくなりましたよね、いじって。そうですね、だいぶノーマルの時ってやっぱりちょっとホイールがメルセデス風のデザインだったりとか、
まあ、グリルなんかもちょっとこうメルセデスな感じだったんですけど、はい、もうメルセデス感が消えてなんか別の車っていう、うん、走ってても多分パッと見で分かんないですね。エンブレム見てはベンツなのっていう多分感じだと思うんですけど、びっくりする感じになっております。じゃあ続いて後ろ、はい、後ろもなんかもうピックアップいい意味でらしくない、はいはい、デザインになってますけれども、一応これがごっそりカーレックスの、はい、そうです、ウィングっていうんですかね、もう、まあ、ウィングでしょう、ね、結構形状的に、はい、7、8センチぐらいこう後ろにダックテールみたいになってる、はい、そしてこれも当然のチッピングの塗装がされていると、はい、これ本当にあのすりむいちゃいますね、手とか。いやもう本当にあの多分動画伝わるんですかね、このザラザラ感結構すごいですよね、はい、こんな感じのウィングみたいなのがついてて、はい、そして下側はここだけ交換されてるんですね、はいはい、ちょっとマフラーチックなデザインですけどそうです、はいはい、よく見ると別にマフラーでなく、まあ、ダクトっていう感じですかね、はい、まあ、ダクト風の、はいはい、でちょっとこのデザインは奇抜ですけど、はい、あのカーレックスってすごくあのしっかりしてて、はい、あのまあ、ヨーロッパだったりだとか、あと各メーカー の, その基準なんかもクリアしてるんですよね。だホームページに見るとあの衝突の、あ、ありましたね、衝突実験なんかもしてたりとか、はい、結構見た目の奇抜さにこれ大丈夫ちょっと思っちゃうんですけど、まあ、そういった合成だったりとか、はい、まあ、その辺なんかもかなりしっかりして、うん、見たらティフなんかもちゃんと取得してて、ヨーロッパって基本的にあれなんですよね、あの中途半端なものっていうのは販売できないんですよ ね, あそうですよね、まあ、チューナーだったりのしっかり基準の通ったものしか販売できないんで、まあ、この辺なんかもしっかりやってあると、はい、だと車が届いた時にちょっと触れてましたけど、はい、ヒッチメンバーなんかも、はい、標準でボールがついているということで、はい、まあ、これいろんなものを引っ張っていただければ、そうですね、なおさら様になるんじゃないかなと、はい、もうジェットもよし、ジェットいいですね、まあ、できればボートぐらい行きたいですけど、そうですね、はいはい、まあ、そういったメニューに使える機能なんかもついております。じゃあ、あとリアゲート開けてみますか、はいはい、でリアゲートカメラなんかも、カメラも、はい、一応360度がついてるんです、360度ついてますね、はい、そしてこの辺なんかは、はい、結構重いですよね、こんな感じで、はい、まだあの未使用なんでピカピカですけれども、はい、こんな感じの2台になってきて、これちょっとあれですね、ガンガン使うかちょっと早めにガードするかちょっと悩んじゃいますね。悩みますね、まあでもガンガン使っていいんじゃないかなとは思っちゃうんですけど、確かにちょっとこう汚れたりとか、はいはい、使用感出てるのもちょっと様になるかなと、はい、そしてこれがあのちょっと最初触れなかったですけど、ボディカラーの方が一応全9色あって、こちらの車がカバラブラック、これあのメルセデスでその色あるのかなと思ったら X クラスなんか専用カラーなのかな。あ、そうだったんですね、はい、他にあの車種が出てこなかったんで、おそらくそうじゃないかなと思います。聞いたことない、確かに、はい、少しこの細かいパールが入ってる感じの黒、はい、で当然塗装がこの荷台の中も全部施されてると、はい、でちょっとあの車、新車が届いた時にちょっと紹介してるんですけど、この辺のフックというか、はいはい、かけられるものなんかも当然備わっております。これ真ん中回していただけるとこうレールで移動できるようになってる、この実用性となんかこのデザイン性と、はい、ちょっとあのプレミアムな感じがものすごいこう融合しているという、そうですね、とんでもない車になっていると。じゃあ続いて内装をご紹介させていただきたいんですけど、はい、内装もあの新車届いた時の動画で軽くご紹介させていただいてるんですけど、内装が一応ポーランドの、はい、カーレックス本社の方でもう仕上げてもらってから届いている車になると、はい、ちょっとあの純正の状態がまずあのほとんどの方が知らないんで、どこが変わってるんですかっていうことなんですけど、一応シートだったりハンドルだったり、あとはインパネなんかが変わってると。でまずシート、これいいじゃないですか。シート、そうですよね、まあなんか見た感じカーレックスデザインの中でもスポーツシートがこの形状のタイプ、あの肩のとこ張り出してるタイプですよね。で標準のシートを張り替えてるメニューなんかもあったり、あります、はい、まあ、いろんなパターンがあるんですよね、はい、まあ、そんな中で今回の車はこのスポーツシートで、これなんて言えばいいんですか、このステッチの入り方そうですよね、ちょっと独特な、ちょっとアストンでこんなのありましたね。 ありましたね、はい、で真ん中にカーレックスデザインの刺繍が入ってて、はいはい、でヘッドレストにはカーレックスデザインのエンボスもしっかり入ってて、はい、で肩のところの、まあ、ベルトホールというか、まあ、ベルトホールデザインなのかな、はい、はちゃんとグロスブラックで赤のアクセントも入ってたりして、はい、でシートもスポーツシートっていうだけあって、なんかこう車外の本当にセミバケみたいな、あ、そうですね、はい、あのぐらいちょっとホールド性が高そうなシートになっております、はい、そして調整の方は一応スタンダードな、はい、4A ぐらいですかね。そうですね、はい、あ、4A プラスアルファぐらいですね、はい、はい、の調整になっていると。でシートヒーターもついてます。わかりやすいじゃないですか、はいはい、一応シートの座面の脇のところについてると。これ同じものが助手席にも
備わっているということで、まあ、2段階のシートヒーター付きになります。そしてインパネに行くと、ステアリングもカレックスデザインの方でやり直しているステアリング、はい、そうです。これもあんまりちょっと見たことない造形ですね。そうですね、フラットボトムというか、まあ、D シェイプが定番ですけど、はい、なんか下側がちょっとこうへこんでるけど、うん、真ん中こう出っ張ってるみたいな、はい、そしてグリップなんかも全部張り替えて、はい、これデザインもだから一新されてる感じですよね。そうですね。そしてまあスポークだったりエアバッグなんかはまあおなじみの感じのメルセデスのものになってると、はい、実際僕も経過をずっとお伝えしてるんで、はい、まあ、ちょっと触らせてもらったりとかしたんですけど、質感がまあいいんですよ。いや質感そうですよ、びっくりしました。本当高いなと思って。で結構あのカーレックスのホームページなんか見るといろんな素材でいろんなデザインでやってるんですね。あーシートもそうだし、はい、内装もそうだしステアリングもそうだし、まあ、ちょっとこのラグジュアリー要素もある、はい、この内装にちょっとぴったりなのかなと。そしてダッシュボードのパネルのこのマットのカーボンが、はいはい、一応カーレックスの方で交換されてると、はい、で一応端っこにファイナルエディションというふうに入っています、はい、ますね。これがまあ2年間の生産のもう最後の最後で、はい、あったメニューということで、はいはい、だ車が大体もう少ないですし、うん、そんな中でこうカーレックスでカスタマイズされている車っていうのはかなりもっと少ないと思って、うん、日本ではないんじゃないですかね多分。ですよね、はい、僕もいろいろ調べたんですけど出てこなかったんで、はい、かなり貴重な存在になるんじゃないかなと。そうですね、はい、思います。じゃあ続いて乗ってみたいと思います。乗れません高いですよねまずあの僕の短い足の膝ぐらいまでステップがあるんで、はい、あのこれ使わざるを得ないというか使わざるを得ないです、はい、使わないとちょっと乗り込めないぐらいの高さです、はい、だからちょっと乗る方は少し選ぶのかなと、うん、そうですね、はい、いう感じはします。ちょっと女性の方とかお子さんだったりとか、はい、ちょっとサポートないとちょっと厳しいかなと、はい、そして足元にはこのファイナルエディションのスカーフプレートも、はい、ちょっと養生を与えますけども、はい、こんな感じで入っております、はい、こういうなんかちょっとちょっとしたアクセサリーもすごく手込んでるですね。そうですね、やっぱ特別感がそれだけで全然変わるので、なんかちょっと本当にメーカーの仕事みたいな、はいはい、そしてマットもカーレックスのマットになって、はい、デモカーで使う予定だったんで、はい、もう届いた時から僕が乗っちゃってますけどちょっと今回も乗らせていただいて、はい、ちょっと失礼します。ちょっとステップはさすがに使わないで、はい、でグリップとかないんでちょっとステップ使わないとよいしょって感じですけど、はい、乗り込むと池田君も乗りますか。はい、助手席の方、シートめっちゃいいんですよ。シートそうですね、はい、まあ、座面は割とフラットなんで、はい、全然タイトさないですよね。ないです。ただ背中のホールド、はい、あとこのクッション性、うん、なんか本当にしっかり、ちょっとピックアップトラックのシートって思えないぐらいこう適度なホールド。そうですね、はい、これ本当試運転した時もいやこのシートで良かったなって。やっぱ車高高いんで体これだけホールドされるとやっぱ安心感があるかなっていう感じです。確かに車高多少高いとこうホールドないシートはちょっとこうそうなんですよ、体も疲れちゃうし、はいはい、そしてステアリング先ほどちょっと触れましたけど、はい、ここ出っ張っててここもエンボスが入ってるんですよ、はいはい、そして内側がパンチングになってて質感もすごく高いです、はい、結構出ますよね。そしてメーターもファイナルエディション、はい、これちょっと本当にコンプリートっていう感じで、うん、はい、ちょっと手入れるのにかなり手間のかかるところまでちゃんと手が入ってカスタマイズされていると、はい、でダッシュボードなんかはこれ標準ですよね。これは標準です、はいはい、元々の X クラスがちょっと先ほども触れた通り、まあ、洗練っていうキーワード、はい、あとはピックアップトラックでも、まあ、メルセデスっていうところがまあしっかり主張しているということで、まあプレミアム性と堅牢性が両立されているそうです、はいはい、であとは装備的なものでいくと一応レーンキープだったりだとか、はい、360度だったりとか、はいはい、ちょっとピックアップ装備どうなのってなんせ日本だとこう馴染みがないじゃないですか、はい、ただその辺もしっかりついてるんですね、はい、まあ、まあ現行の例えばメルセデスのモデルに比べたらもちろんやっぱ少ないですけども、やっぱ必要最低限欲しいものはついてるっていう感じですよね。そして追従タイプじゃないですけど、はい、クルーズコントロールもついてて、はい、まあ、自動ブレーキなんかも、はい、まあ、しっかりついてるみたいです、はい、であとはこの辺はもうおなじみのメルセデス、ちょっと世代的には1個前ですかね。1個前です、はいはい、で一応今回並行車なんで、はい、まあ、表記が英語になってますけれども、はい、一応これ日本語の設定がないんですよね。ないです、はい、で中身が、はい、
まあ、中身はこんな感じで、はい、あ、これノーマルの状態ですね。ノーマルの状態です、はい、あ、そうです、こう言ってますね、はいはい、こんな感じで。ただ英語の表記でも、まあ、一応おなじみの表記なんでまあおおよそ大丈夫かなと、はい、ただこれバッチリ使えるかっていうとちょっと微妙なんで、はい、あのミラーリング、うん、そうですね、まあ、それをしていただければ、はい、まあ、ナビメディア関係なんかも本領発揮できるかなと、はい、できるの確認済みなんですよね。あ、そうです、はい、ミラーリングは大丈夫です、はい、プラスアルファ必要であればおっしゃっていただければそんなこともできると、はい、あとディスクスロットルについて、うん、この辺だからもうちょっと一世代前のメルセデスそのままですよね、うん、そうですね、はい、あとエアコン関係はデュアルゾーンでこんな感じでついております、はい、この辺はメルセデスっぽくないですね。そうですね、うん、まあ、日産から持ってきてるのかそうです、ね、ちょっとルノーの、はい、ものなのか分かんないですけど、こんな感じのエアコンになってて、はい、あと下、はい、当然この手の車ですから、はいはい、四駆の切り替えが、はい、ついてると、はいはい、であとはシフト、はい、メルセデスのマーク入ってて、サイドブレーキハンドなんですね。ハンドです、はい、意外や意外、はいはい、使いやすそうです。そしてこちらおなじみのコマンドシステムと、はい、あとモード切り替えが、はい、ついてますね。メーターの方にこんな感じで、はい、コンフォート、スポーツ、これただあの足回りが硬くなったり柔らかくなったりとか、はい、そこまでというよりかは、まあ、おそらく多分エンジンとか、はいはい、その辺の味付けが少し変わるかなという感じになると思います、はい、そしてドリンクホルダー、はい、ちょっと深さの違うタイプが2つついてて、はい、ブレスト、はい、こんな感じで、はい、SD カードと USB が2ゲート、はい、こんな感じでそうなっております、はい、ここも張り替えてありますね。ああ、そうですね、多分おそらく合わせて、はい、レザーの質感が一緒なんで、はい、すごくレザーの質感がいいです。そしてキーはちょっと届いた時にちょっと触れましたけれども、はい、メルセデスと日産の融合した、はい、見たことないキーに、まあ、キー自体は多分日本人にはもしかしたら馴染みになるというか、はいはい、思いっきり日産のキーになっているそして上に行くともうピラーとかこの辺は本当に日産車感が、はいはい、ちょっと強めな感じですね。でファブリックのこのベージュのそしてビニールタイプのバイザーと、はい、なんかこの辺はもう本当に、はい、僕も並行車乗ってたんで北米仕様の、はい、なんかちょっと見覚えのある感じの質感のそうです、ね、あとこの辺の方角が出るミラーも、あ、はい、これアメリカとか海外仕様定番ですよね、はいはい、こんな感じのミラーになっております、はい、じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います、はい、ダブルキャブですから、はい、後ろの居住性も十分じゃないかなと、はい、当然リクライニングなんかはできないんですけれども、はい、十分な広さがあると。そしてリアもしっかり張り替えてあるんですね。張り替えてあります、はい、フロントと同様多分形状は大きくは変えてないですよね。そうですね、フロントみたいに交換ではないんで大きくは変えてないですけど、はい、まあ、デザインだったりスケッチだったり、はい、まあ、フロントのものがそのまま踏襲されていると、はい、これいいっすね。いいっすよね。リアやってなかったら残念な感じになっちゃうけど、はい、一気にこう車内の統一感が出て、はいはい、そして真ん中にはカーレックスのエンボスもしっかり入ってて、はい、コンプリートカーな感じが出ております。ちょっと乗ってみたいと思います、はい、ちょっと後ろもちょっとステップ使わないでちょっと乗ってみますね。よいしょ、はい、一応乗り込むと僕身長175ですけどルーフにギリギリ頭がつかないぐらいです、うんうん、なんで180以上の方は厳しいのかなと、はい、で結構座面高いですね。座面高いですよね。フロントよりだいぶ高いです。多分15センチぐらい高いんじゃないかな、はい、だからそのおかげでこう膝がこうなることはないんですけど、うん、ちょっとだいぶ視界は高いです、はいはい、そしてフロント僕でちょうどいいぐらいですけど、まあ、膝のクリアランスは拳1個入りはしないですけど、はい、まあ、小柄な方だったりとか、うん、はい、子供とかお子さんだったりは全然大丈夫かなと、はい、でシートこれあれなんですね、マジックでこう小物入れというか、はいはい、ネットになっているタイプ。そしてエアコンは調整はなく吹き出しが、はいはい、ついているだけになります。でシガーソケットが下側に1つだけ備わっております、はい、なんでもともとがピックアップなんで、うん、まあ、めちゃくちゃ快適かとか、まあ、めちゃくちゃこうラグジュアリーかというと全然そうではないんです、はい、ただまあ十分な居住性はあるのかと、はいはい、こんな感じになっております。じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、一応車今回ご紹介させていただくのが 350D ってことなんですけど、はい、車のバリエーション的には200、はい、
ガソリンの200と、はい、ディーゼルの 220D と 250D、はい、そして一応トップレンジの 350D って4バリエーションなんですね、はい、でこれ調べたら断然この 350D ですね内容見ちゃってそうです、はいはい、で1個ずつ解説させていただくと、一応ガソリン車、唯一のガソリン車200はこれ思いっきり日産のエンジンなんですよ、はいうんはい、なんかキャラバンとかにも積まれてる2リッターの、はいはい、ガソリンエンジン、そして 220D、250D がルノーのディーゼルみたいです、はい、でこの 350D だけメルセデスの、はいはい、ディーゼルエンジンが積まれているということです。一応型式的には、OM642、はい、メルセデスの E クラス、S クラス、まあ、本国なんかで走ってる、その辺の320とか、350とか、はい、あの辺に積まれてる、まあ、かなり実績があって、はい、まあ、耐久性だったりも証明されてるエンジンだみたいです、はい、そしてこれミッションもあれなんですよね、メルセデスです、メルセデスなんですよね、はい、7速の、7G トロニック、はい、プラスのミッションになってるそうです、はい、そしてスペック的なものでいくと 2998cc、はい、V6 ディーゼルターボ、はい、258馬力550ニュート、はい、まあ、ちょっとあの最近ゲテモノというかとんでもないパワーのご紹介させていただく機会が多いんで、はい、まあ、ちょっと258馬力、まあ、馬力がそうですね、ただこうかっ飛ぶ車でないですし、うん、まあ、あとはもう耐久性だったりだとか信頼性、はい、まあ、あとトルクで定評のあるこの 350D のエンジンですから、一応550ニュートンということで、まあ、トルクでこう、はい、本当にまあオフロード街乗り、まあ、使いやすいエンジンなのかなと、これ本当組み上がってすぐと運転した時はやっぱトルクはすごい感じました。なんでまあ一応海外の方のレビューですけど、はい、あのピックアップらしからのその乗り味、うん、そんな感じですね、はい、でエンジンもそうだしミッションもそうだし足回りなんかも、はい、あの通常この手のピックアップトラックってリアリーフがほとんどなんですけど、はい、この車に関してはマルチリンクらしいです、はい、だからもうちょっとこうもちろんそのいろんなピックアップのパーツ使ってたりとか、はい、まあ、ちょっと商用車チックなこういろんな部分ありますけれども、はい、そんな中でもちゃんとメルセデスが、まあ、チューニングというか、まあ、調律してメルセデスブランドに出すにふさわしいピックアップになっているそうです、はい、そしてなんかボンネットがこうなってるなと思ったそこのあなた、はいはい、棒なんですね、はいはい、そうダンパーなしです、まあ、結構欧州車なんかとダンパーが同じですけど、はいはい、まあ、一応その辺は、まあ他の OE ということで、うん、まあ、基本的にはダンパーになって、はい、結構こうボンネットも重量ありますもんね。いやめちゃくちゃ重いです、はい、なので片側にこっちにあるんでちょっとまあもしかしたら若干舐めてる。でちょっと開けるのも男性でこう身長高い方であれば、はい、多分問題ないと思うんですけど、はい、ちょっと小柄な方だったりだとか女性の方まず開けないと思うんですけど、まあ、そうそう、ちょっと大変ですよね、はい、開けてそっちの端っこのバーを上げるっていうのは、そうです、はい、ちょっとこの辺だけ注意が必要かなという感じです、はい、じゃあ最後になりますけども、はい、今回ご紹介させていただいているのが並行車ということで、はい、結構並行車どうなのって思う方多分少なくないんじゃないか、うん、はいはい、ちなみに僕はもともと並行車乗りなんであの日本未導入の、うん、はい、北米仕様のトヨタ乗せたりするんで、はい、僕は全くこう抵抗がなく抵抗ないんですけど、はいはい、普通の方だったら多分どうなの、うん、まあ、保証のとこだったりだとか、はいはい、まあ、ディーラー入庫のとこだったりとか、はいはい、その辺っていうのはどうなるんでしょうか。まあ、やっぱり並行車で、まあ、カスタムもこれだけもうしてしまってるのでノーマルに戻すっていうのもなかなか大変な部分もありますし、もともとやっぱ並行車なので、まあ、一部実はまあ全くもって見てくれないかって言われるとディーラーでもあの一部車種の並行車とか見てくれたりもするんですけども、基本もここまでやっぱカスタムとかしちゃうとディーラーの入荷はちょっと難しいという形です。では保証のところで何かちょっと問題があるかっていうと、はい、まあ、もちろんその新車の保証はあのディーラーで購入した車みたいについてこないんですけども、はい、あのうちの方でちゃんと責任を持ってカスタマイズ、はい、販売させていただくんで、はい、一応うちの方の保証が、はい、ございます、はい、付けさせていただきますので、はい、まあ、その辺安心して乗っていただいていいかなと、はい、あとはもう車的には今時のなんかこう伝送品の塊みたいな車ではないじゃないですかそうですね、はい、それこそ最近の本当に高級車の上の方のレンジの車だとブレーキパッド交換するのも診断機つないでそのモードに入れないとできないとかっていうよりかは割とこうメカニカルなところ残ってますし、または言ってもそのメルセデスですからちゃんとパーツ供給もされてますから、まあ例えば万が一の場合でもまあ安心して乗っていただけるんじゃないかなと。はい、あと今回は未登録ということで、はい、まあ、ご制約いただいたら登録させていただいて販売させていただく形になると思います、はい、そうです、はい、ぜひじゃあ池田君までお問い合わせいただければ、はい、そしてさらにこれを見て、まあ、この車もいいんだけれどもちょっと違う仕様とか、はい、違う色とか、はい、もしくは
例えばその程度によって、はい、もうちょっとその予算都合をつけてっていうのもご相談いただければ、はい、まあまあ車種この X でってなるとやっぱり今問い合わせ多いので X でってなるとまず車を見つけることがちょっと大変なんですけども、もし車が見つかればあのカーレックスデザイン の, あのパーツも輸入できますし、また同じような車を作ることも可能なのでご相談いただければと思います。ただお時間がかなり、はい、今回この車もすごい長い期間かけて作ったんですけども、はい、まあ、お時間はやはりいただくかなという形です、はい、そこだけ見ていただければ、はい、まあ、そういったこともできるかもしれない、はい、そしてカーレックスデザインのホームページ見ていただけると分かるんですけど、はい、いろんな車あるんですよね。そう、車種はもうフェラーリであろうが、はい、あのメルセデス、アウディといろいろあるので、はい、多分おそらくできるできないもあると思うんですけども、はい、その中から気になるものがあれば、はい、この辺も池田君にご相談いただければ、はいはい、対応可能かと思います。ぜひお問い合わせください。というわけで今回はメルセデスベンツ X350D カーレックスデザインをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。